で、何？なんかあんの？はい、今日も、今日もね、企画会議をですね、もうね、考えてきましたから。させていただきたいなという、皆さん、お待ちかねのこちらのコーナーですね。よし、今日はもう、門前払いや。じゃあ聞いてください。僕らが考えた企画を鈴井さんにプレゼンして、はい、まあ良ければ、こう採用というか、はい、というかね、まあ、とりあえず企画、はい、どんなことができるかっていうのをプールしていこうということで、うん、わかりました。まあ今自転車で全道のパワースポットを巡ったらどうかとか、はい、まあ前回は白石区の自動販売機の数数えてみたらなんていうのが、溜まってますけど、はい、今日も面白い企画をちょっと考えてきたので、それをプレゼンさせていただきたいと思います。はい。はいはい、じゃあまあでもね、この、やっぱり流れってあるんだなぁと思いますよね。あの、うん、僕がですね、一発目に紹介する。流れですね。流れ？あの、一発目に紹介するのは、うん、あの、白鳥改造計画っていう企画なんですけども、はい、これどんな企画かっていうと、はい、まあね、この、リスナーさんの皆さんも、はい、今知っての通りですね、うん、こう人の言うことをなかなか聞かないと、折、う、れ、ん、ないと、うん、そんな白鳥を、うん、匿名のですね、うん、いろんなセミナーに行かせて、まあ、ちょっと洗脳洗脳って何ですか、洗脳してちょっと考え方を変えて、無理やりでも変えて。まあ、洗脳じゃなくていいですよ。もう、だからもう改心させるってことですね。改心ですね。マットな人間させるってことですね。そういうことです。構成です。構成です。洗脳じゃない。構成させる。すいません。間違えましたね、言葉を。まず、割とまともですし、はい、僕も。まあ、そのセミナーの他にもですね、例えば、その、なんかいろんな、あら、両方ありますよね。はい、その修行的な滝行とかね。滝行とか、はい、ありとあらゆる厳しい行をちょっとやってもらおうじゃないかと。はい。いいですね。僕は非常にその企画はいいと思います。いいですね。お、ただ、残念ながら、はい、リスナーの皆さんが興味がないです。ちょっと待って、ちょっと待って、そこですよね、リスナーの皆さんが、今現在はまだ、白鳥に興味がないです。確かにその通りだ。どっちがどっちかまだ分かってる人多いですから、ですから、こう、ニーズがないんです。なるほど。残念ながら、それで企画としては成立。僕はいいと思います。個人的には。個人的には非常に興味がありますけど。そうですよね。リスナーが求めてません。なるほど。はい、不採用の理由は悲しすぎる。いやー、冒頭から白鳥祭りですよ。いやー、本当に。もう。僕は面白いんですけど。そうです、ね。残念ながら、残念ながら。まだ時代が。まだやるには早い。時代が来てない。時代がね。はいはい、そうですね。時代が来た、時代は来ないですけど。来ないですけどね。いや、本当にひどいですよ、お二人は。ね、その、曲中とかに。違う国とか、ね、白鳥、ね、生まれる国が違ったとか、生まれる時代が違ったとか散々言って。ね、いや、それはでも、あの、完全否定じゃない。そうですよ。君には君にあった時代はあったはずだと。時代と国と時間があった。でもただ今の日本じゃなかった。だからダメなんですよ。君はダメ。困るんです。じゃあ次の企画を。次の企画。はい。ちょっとこれあのディレクターさんカットしてください。あのもしダメだったらお願いしますね。はい。聞き白い粉っていう企画なんですけども。これちょっと僕も聞いてない企画ですけれども大丈夫ですか。小麦粉とか砂糖とか塩の話。そういうことです。そういうことです。フォローさせてください。あの、うん、今いろいろそう白い粉って話題になるじゃないですか。はい、でも。はい。そのやっぱイメージ良くないですよね。その白い粉っていうワード自体に。そうですね。ね、だからそれで各その白い粉、ちゃんとした白い粉を生産されてる方々のやっぱ風評被害って僕あるんじゃないかなと思うわけですよ。あ、小麦粉とか。小麦粉とか。塩とか。片栗粉とかですね、はい。うん。だからそういう人のためにも、こう白い粉を、いいもの、白い粉はいいものだぞ。っていうものを。漠然と白い粉っていう表現が。表現が。そしたら、あれだよ、なんか合同庁舎かなんかの、はい、あの、西10丁目ぐらいの、ええ、あ、大通りの、はい、あるとこに書いてあるよ。なんか、ですかあの、入れさせ、な、もた、なんか、なんか、輸入させません、白い粉、黒い武器って書いてあった。そのスローガンからもう直させないといけないから、そうですね。あの、北海道とまず戦って。ちょっと、でかい、でかい。そういうなんか書いてあったよ。でかいな。あ、白い粉と黒い武器って言うんだ、っていう。ですね。政府さんと戦いたいわけじゃないんですけれども。まあ、ただね、うん、そういう方々、小麦粉とか生産されてる方々がちょっとなんか迷惑されてたら、ちょっと応援したいなっていう。うん、多分ね、ええ、それはね、ちゃんとそういうもの、はい、の製品のところに言わせれば余計なお世話じゃん。別に俺たちですか？俺たち白い粉とは思ってない。思ってないってね。はい。あの、小麦粉は小麦粉だ。別に白い粉って言うなよ、そんな漠然とっていう。逆に言ったせいでお前らっていう。そう、言ったせいで逆に紛らわしくてって言われて。余計なことするんじゃないよ、そう。怒られると思います。あ、ごめんなさい。逆に。すみません。ちょっと良かれと思ったんですけどね。うん、もうないでしょ？いや、まだありますよ。まだありますよ。あるね。はい。はい、これもちょっと怒られちゃうかなぁ。いやいや、言っちゃいましょう、鈴井さんにこれ大丈夫かな、はい、大丈夫ですか、はい、怒んないでくださいね。はい、これはですね、はい、鈴井さんの、水曜日に密着する
はい、本当に鈴井さん水曜日は何してるんだっていう、はい、まあ内容なんですけど、リアル水曜どうでしょうっていう企画でございます。うん、ただ一日ですね、はい、鈴井さん水曜日何してんだと。朝から夜。やっぱり謎めいてるリスナーさんも知りたいと。そうですよ ね。水曜日、特にやっぱ水曜日ですよ。鈴井さんといえば。うん、そうですね、ええ。一体何をしてるんだと。これも完全24時間密着させていただきたいと。うん、ええ、そういう企画になってます。だ水曜日は、このラジオの収録っていうのが必ず。ありますね。ある日なんで。はい、札幌にいるわけじゃないですか。そうです、そうです。森での生活っていうことではないわけじゃないですか。ああ、なるほど、はい。札幌にいるっていうことですから、ええ、それはオンエアできません。なぜですか、なぜですか。なぜですか。なぜですかって、オンエアできないものはなぜですかって、そんな理由答えられるわけない。もうなんていう質問ですか。ああ、普通に仕事してるわけですね。で、僕のそういうし、本当の私生活っていうのが、この世の中に出てないっていうことは、世の中に出せないってことです。出せないことをしてると。気になりますけどね、こちらとしては。気になるわけですよ。気になっていただくのはいいですけど、それを知って、どうする？どうする？本当に、戻れないところに行くぞ。そうね、ダメです。これはダメです。番組の存亡も危ぶまれる。これはダメだ。あのね、いろんなバラエティとか出て面白い、大泉洋さん。はい、はい。あの人がおっしゃる名言があるわけですよ。何ですか？昔から、俺たちがいくらテレビやなんかで面白いことを言っても、はい、この人、僕のことですよ、はい。この人の私生活にはかなわない。こんなに面白い私生活をしている人はいない。ただし、それが放送電波に乗せられないのが本当に歯がゆいと。こんなに面白い人の、この人の人生ほど面白いのはないけども、はい、公には言えない。言えない。これはじゃあもう、大泉さんが言ってるってことはもう間違いないんだよね。その洋さんが言ってるってことですね。絶対乗せられないもん。なるほど、そこのところでは、もう、だから、公にしてないから、今こうやってマイクの前で喋れるだけですから。なるほど。なるほどですね。それをオープンにしちゃったら、うん、もう僕はどこかも本当にこもります。そういうことになって、鈴さんが出てこれなくなっちゃう危険性もあるそうですね。ただこれ誤解を招くと嫌だから、はい、一つだけ訂正すると、はい、法には一切触れてません。それは間違いない。はい、大丈夫、はい。法は守ってます。守ってます、ね。はい、大丈夫です。はい、その辺のところは。なるほど。はい。